シティポップの女王といえば、シンガーソングライターの竹内まりやさん。夫は、希代のポップス職人と言われる、山下達郎さん。しかし、今では、ほぼメディアから姿を消している、竹内まりやさん。一体何があったのか気になって、いろいろと調べてみることに。昭和、平成、令和の3つの時代で、アルバムセールス1位に輝いている、初の女性アーティストの竹内さん。あれだけのヒットメーカーでありながら、なんと、2019年の紅白歌合戦が初出場だったほど、歌は知ってるけど、本人は知らないという人も、あながち少なくないのではないでしょうか。その原因としては、1982年に山下さんと結婚して以降は、家庭や育児を優先していたからとも言われますが、子育てが終わった現在は、さらに露出が減っているようです。どうやら、実家の事情が関わっているのだとか。そんな竹下さんの実家というと、出雲大社前の老舗旅館ということは、すでにご存知の方も多いでしょう。実は、その旅館が、なんと経営難に陥り、竹内さん自身が立て直しに乗り出した。と、ある情報筋では報じられていました。竹内さんの実家の竹の屋旅館とは、創業して、すでに145年の由緒ある旅館で、そのスイートは、皇族や多くの VIP に、愛用されてきたほどで、ちなみに、沢田研二さんと田中裕子さんが、結婚披露宴を行った旅館なのだそうです。竹内まりやさんは、1955年3月20日生まれの、2男4女、6人兄弟の第4子で、その竹の屋旅館の社長は5歳年上の兄でした。驚いたのですが、竹の屋当主は代々、竹内茂蔵という名跡を襲名するそうで、兄が5代目を継いだ竹の屋旅館は、以前は独自の結婚披露宴で人気でしたが、やがて客足は遠のいてしまっていたそうです。やはり時代についていけなかったのかと思いきや、実はそればかりではなく、その原因の一つには、5代目の経営手法や従業員教育にあったそうです。甘やかされて育った兄は、人に頭を下げることができず、神経質でもあり、そもそも接客業には向かなかったといいます。従業員とのコミュニケーションがうまく取れず、十分な教育もできずレベルダウンする悪循環。さらには、義士の5代目の女将が、親族を招き入れたことで、女の戦いまで勃発。優秀なスタッフが次々と去り、一時は5人しかいなくなったことも。これでは繁盛するわけがありません。そんな実家の窮状に心を痛めていた竹内さん。ついに、自ら経営の立て直しに乗り出します。実質的なオーナーとして、巨額の資金を投じて旅館をリニューアルし、リニューアル工事の開始と同時に5代目は退任。6代目社長が軌道に乗るまで、竹内さんも音楽活動は休業状態に追い込まれたというのが、姿が見えなくなった大きな原因だったようです。スタッフの入れ替えや料理メニューなど、大なたを振るった結果、竹の屋旅館は、ようやく息を吹き返したそうです。そんな、まだ繁盛していた頃の、竹の屋4代目当主だった父は、なんと医師志望の女子大学生だった母と、恋愛結婚して、2男4女を授かり、しかも、父は、竹内さんが高校2年の頃から、15年間も、大社長の町長を務めていた名士。一方、父は生まれながらの趣味人で、中でも、父は歌が、母はピアノが得意で、竹内さんも幼い頃からピアノを習っていたそうです。一時は引退説も囁かれた竹内さんですが、2021年の4月から7年ぶりに全国アリーナツアーを発表しますが、残念ながらコロナ禍で中止となっています。竹内まりやさんもデビューして44年、その大半をそばで支えてきたのが、夫である山下達郎さん。
もう説明の必要もありませんが、伝説の名曲クリスマスイブやライドオンタイムは今でも古びれることはありませんね。そういえば山下さんの実家も商売をやっていたそうで、池袋西口界隈で居酒屋を経営していた両親の間に1953年2月4日に一人っ子として生まれた山下さん。飲食業を嫌がった母親の希望で山下さんが生まれた時に転職を決意した父親は、祖父が倒産させた電気食工を引き継いで工場の再興を目指したそうです。しかし1957年に景気が急激に冷え込んで倒産という災難に見舞われます。ご両親は一度経営から手を引きますが、山下さんが小学校6年生だった1966年、両親は山下菓子店を開業しています。都立の進学高校から紆余曲折の末、明治大学法学部に入学した山下さんはすぐに中退して、その後は音楽の申し子として活躍したのは言うまでもありません。では竹内さんとの馴れ初めはどうだったのでしょう。竹内さんは地元島根の高校から米国の公立高校へ1年間の留学をして、慶応義塾大学文学部英米文学科に入学。23歳でアルバム「ビギニング」でデビューすると、1979年サードシングル「セプテンバー」で第21回日本レコード大賞で新人賞を獲得。1980年資生堂の CM ソング「不思議なピーチパイ」で大ブレイクすることになったのですが、そのルックスからアイドルとして芸能活動を強いられたことに不満が募り、悩んでいた時に現れたのが同じレコード会社の先輩の山下さんでした。しかも竹内さんは山下さんをアマチュア時代からリスペクトしていて、いつも相談に乗ってくれたことが交際のきっかけとなったようです。1981年にストレスと過酷なスケジュールがたたって喉を痛めて入院した竹内さんは、結局音楽活動を一時休業することに。翌年に山下さんと結婚した後は河合直子さんや岡田由紀子さんなどに数々のヒット曲を提供して、1984年竹内さんが全曲を作詞作曲してリリースしたアルバム「バラエティ」が30万枚以上のヒットを記録しただけでなく、待望の一人娘が誕生したり、公私ともに大きな転機を迎えた竹内さん。育児をしながらヒットを出し続けます。ちなみに娘さんの現在について調べてみると驚愕の事実が判明。娘さんの名前は山下恵里さんだそうで、小中高と青山学院に学んで、なんとサザンの桑田佳祐さんの長男と学年が一つ違いで、お互いに両親はパパともママともだったそうです。実際娘さんが小学生の頃には山下さんと桑田さんが学校主催のバザーでライブを披露したこともあったとか。しかも学園祭でエリさんは桑田さんとバンドを組んで演奏したこともあったそうですから、てっきり音楽の道を歩んでいると思ったのですが、そうそう期待通りの展開ではなく。ちなみにエリさんの現在の職業はというと、なんとイラストレーターなんだそうです。大学卒業後は学部チャンバイの仕事を経て再び武蔵野美術学園に入学し、創作活動を展開してきたそうです。例えば富山県の地酒老舗のラベルをデザインしたこともあるそうです。まだ未婚だということですが、芸能界きってのおしどり夫婦とも言われる両親がある時卒婚したという噂が飛び込んできたのが、結婚38年目の2020年、実家のトラブルも解決して一人娘が旅館の役員に就任。老後について考える余裕もできた竹内さん。そんな妻を公私ともに支えてきた山下さんと共に、お互いにこれからは
やりたいことをやっていこうという、そんなタイミングだったようです。今まで以上に、竹内さんも表舞台に立って、活躍されるのではないでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？どんなスターであろうが、やはり同じように年を取っていくわけですが、できれば二人の素晴らしい歌声を生で聞きたいと思ってしまいました。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。